マッドマックスは1979年公開のオーストラリアのアクション映画作品である。監督のジョージ・ミラーと主演を務めたメルギー・ブソンの出世作品であり、後にシリーズ化された。特殊撮影や舞台設定など国内外の多くの作品に影響を与えた。暴走族による凶悪事件が多発する社会となった近未来の荒廃した。 オーストラリアの路上が舞台になる。暴走族で警官殺しの凶悪犯、ナイトライダーは、暴走族専門の特殊警察、MKP から、追跡用に改造されたパトカー、V8 インターセプターを奪って逃走。MKP に所属する敏腕警官、マックス・ロカタンスキーはこれを発見し、追い詰めた末に、ナイトライダーは運転操作を誤って、事故死する。友人だった。 ナイトライダーの死を知った、トーカッター率いる暴走族は自分たちを苔にした報復として、M 階 P を襲撃すべく行動する。まず、一味の一人である、ジョニー・ザ・ボーイが、M 階 P 隊員ジム・グースらに逮捕されるが、不起訴となり、失態を犯した、彼は、トーカッターに脅され、グースを襲撃。彼が運転していた車両が、トーカッター一味により横転させられた挙句、火をつけられ、 重傷を負ったグースは息を引き取る。車両火災で再起不能となった領有グースの被害を見て恐怖したマックスは暴走車を追うことに快楽を覚え始めていることを自覚し自身も暴走の狂気にとらわれるのではないかと危惧して辞職を申し入れるがマックスの腕を惜しんだ上司フィフィの提案を聞き入れて休暇を取り家族と共に数週間の旅行へ出発。しかし 遠かった一味が妻を美人だとして目をつけ絡んだことをきっかけにこれが原因で一味が妻子を襲撃息子スプローグの命が奪われ妻ジェシーは重体となった怒りに駆られるマックスは報復を行うべくスーパーチャージャー付き V8 エンジンを搭載し600馬力にまでチューンアップされたもう一台の漆黒の特殊追跡者 V8 インターセプターを MKP 本部から無断で持ち出し、互いの復讐をかけ、遠かった一味と激突する。インターセプターの馬力と速度によって、凶悪な暴走チームは壊滅。逃げをせたかに見えた、ジョニーも捕らえて死刑に処し、インターセプターのハンドルを握るマックスは暗雲、立ち込める、地平線へと続く一本道をシックする。括弧内は、正式名である。 川崎 Z1000 映画のファンにより、V8 インターセプター風に改造された、ファルコン XB 映画のファンにより、イエローインターセプター風に改造された、フォード・ファルコン監督のジョージ・ミラーは、医学生時代に負傷者を搬送する救急車に同乗したことがあり、この経験がバイオレンスシーンの参考になったという。もっとも、劇中での直接的なバイオレンス描写は少なく、代わりに、それを暗示させる。 映像効果を挿入することで表現している。1970年代のオーストラリアでは暴走族が社会問題化しており暴走族やバイクが登場する映画が多数制作された。特に1974年のマッドストーンは主要キャストの多くがマッドマックスにも出演している。低予算映画でありその大半を報道オーストラリア製のファルコン XB を改造した。 インターセプターをはじめとする車両の改造に費やしたため、金銭的な余裕はなかった。撮影の多くで既存の建物を利用しており、M 階 P が入っていた司法省のビルは昔の水道局のものを、地下駐車場はメルボルン大学のものを使っていたという。ブレアウィッチプロジェクトに抜かれるまでは、制作費と工業収入の差が最も大きい映画として、 ギネスブックに掲載されていた。スタントマンによるアクションシーンでは無謀な撮影により2名の死者が出たと噂された。DVD のコメンタリーでも死者が出たとなっているが、グース役のスティーブ・ビズレイヤ元撮影スタッフなどのインタビューなどでは否定されている。クライマックスのトーカッターとトラックの激突シーンの撮影は車両が破損することにトラックの持ち主が難色を示したため、 車体前面に鉄製の頑丈なガードを取り付けて行われた。ガードに貼り付けた板にはトラックのライトやラジエーターのイラストが描かれ、ライトが点灯した時の金色い色まで付けてある。衝突場面はロングショットでの撮影であったが、そのままではあっけない最後となるため制作陣は剥き出た両目のアップを挿入することでショッキングさを強め、よりインパクトのある場面となるよう演出した。 この手法は後のシリーズにも活かされることになる。オーストラリアの俳優はオーストラリア特有の名りがあるため、劇場公開時にはアメリカ人による吹き替えの英語版に差し替えられた。吹き替えは配給会社の判断だった模様で、監督のミラーは事前の断りもなく声を差し替えられたことに対して不満をあらわにしている。 主演のオーディションに現れたメル・ギブソンはボロボロの服装だった。前夜に喧嘩をしてそのまま来たという。これをミラーが気に入って主演が決まった。メルは当時演劇学校に通う学生だった。暴走族のリーダーであるトーカッターを演じたヒューキース・スバーンはマットストーンにも出演していたが、キャスト決定時点ではバイクの免許を持っておらず、撮影時は 免許を取得したての初心者状態だったという。映像に登場する暴走族はセリフのあるものやスタントマンを除けばほとんどが本物だったため現場には不穏な空気が流れていたとのこと。当時オーストラリアで社会問題となっていた暴走族を登用することで映画に真実味を持たせ、さらに彼ら素人を使うことで予算を安く上げるという思惑もあった。 トーカッターの片腕でもあるフクリーダー、ババ役のジョフ・パリーは、セリフが少ない上に演技も達者とは言えず、その容姿も悪のオーラが全身からみなぎっていることなどから、本物だとの噂が絶えなかった。登用した暴走族グループの親分が、このパリーだとされたこともあるが、その後、日本のファンたちの調査により、俳優であったことが判明している。 ロックさせた前輪を軸に後輪をパワースライドさせ、路上に円を描くようにタイヤコンをつけるという技の呼び名、マックスターンはこの作品に由来する。和製英語であり、海外では単にドーナッツと呼ばれている。1979年3月にサーガスブックスから出版された映画版の内容に基づいたテリー・ケイにより書かれたノベライズ小説がある。現在は絶版。 マット・マックス、オリジナル・モーション、ピクチャー・サウンド・トラック・サウンド・トラック・ブライアン・メイ・メン、タイトル・マックス・ザ・ハンター・マックス・ディス・イズ、オン・ベンジェンス・ザ・フィナール・チェイス・ザ・テリブル・デス・オブ、ジム・グース・ウイール・ギブ、エンバック・ゼア、ヒーローズ・ペイン・アンド・トライアンフ・デイズ・ド・グース・フォーバディング、イン・ザ・バスト・ランド・スケープ・デクラレーション・オブ・オー・フライト、フロム・ザ・エビルト・コーター・パースート・アンド・トラジェリー、ジェシー・ー・アローン、 アン・イージー・アンド・エグゾーステッド・ザ・ビーチハウス・ザ・ナイトライダースレーブ・ジェシー・セルチャス・フォー・ハーチャイルド・ランページ・オブ・ザ・ト・コーター・ザ・クレイジング・オブ・ジョニー・ザ・ボーイ・アート・テイクス・スイート・インゴ・パーツ・インデックスド・ゲーム版ありがとうございます